今回のこの世界の片隅に展の漫画で言いますと、冬の記憶が昭和9年、王女の頃が昭和10年、波のうさぎが昭和13年という時代にを背景として書かれてますが、ちょうどその時代に当たってくる頃です。これこの世界の片隅にまだ実はツイッターで、やり取りしている時に監督さんからこういうふうに出ますよっていうふうにいただいた画像、許可をいただいて、ここでご覧いただいてますけれども、ちょうど今回の展覧会最初に入って、左側にショーケースに当時のキャラメル、チョコレート、ミゼット等が陳列をされてたと思います。30年代日本ではこんなようなっていうにはあまりにもいろいろなことが起きてますけれども、ロンドンの 海軍軍縮会議、ここがクレーでありますから、比較的それに関連することをここには触れておりますけれども、それから第二次世界大戦が始まりっていう時代のが1930年代になります。日本の政治経済でいけば、国際連盟を脱退する、それから読めば世界恐慌が拡大する中で保護主義政策や植民地ブロックの形成によって自由貿易に基づく多角的貿易体制が崩壊する。その中で日本は他の国に先駆けて昭和恐慌から脱出し、1930年代を通じて高い経済成長率を達成した。ちょうど日本としては経済が伸びていった時代でもあるわけです。一方で食料や生産統制が行われてきたのもこの時代です。1937年にいわゆる戦時統制三法と呼ばれるものがあり、そして国家総動員法が公布され、1939年には価格等統制令、つまり 9月18日時点の価格で値段は変えられないっていう統制が起こっていく。ここで森永製菓100年史って書いてあります。この時代に当然、不況にも入り競争も激化する中でどうしていったか。森永製菓は価格を下げずに積極的な広告宣伝活動を展開することで難局に立ち向かう方針を決めたって写真で歌っています。じゃあ明治製菓は何て書いたのかな。ここで有力対抗メーカー値段を下げてるって書いてあります。明治商事って明治製菓の販売ブームの会社です。の35年史では不況期に対処してキャラメルを値下げを断行して消費者本位の販売策を取る業界を共闘せしめた。それぞれやってきたことをやっぱりいいことなんだよっていう書き方してる。で森永製菓は、ミルクキャラメルですから、森永製菓はこの時代にどんな広告宣伝を行ってきたか。昭和6年の飛行機セールに始まって、スイートガールっていうのは今のキャンペーンガールっていうふうに、お考えいただければいいのかなと思います。こういうことをやってきました。飛行機セールです。昭和6年1931年に日本の海岸線に沿って飛行機を飛ばして、そして、飛行機が飛んで、着陸した地域はそこでまた今でいうセール活動を行ったっていうこと。これは広島の連平場に着陸した時の様子です。今回探したんです、広島とか呉に関係することを。
で面白いのはここで花束を持ってるとかね、いらっしゃいますよね。これある広島は分かりませんけれどもところによると、ベルトラインの会長さんのお嬢様とかね、新聞社の社長令嬢とかいう方を使って、一体となった広告宣伝活動を行うわけです。これは長岡、これ飛行機の景品を差し上げたわけです。こんな飛行機です。じゃあどんな風な飛行機セールの様子だったかを3分ほどですけどまたご覧いただきます。これもまた、音が出ません。1931年のフィルムですから80年以上前ですね。ただこの方々が誰かっていうのまでわからないんですね。もしかして自動車も珍しかったのかなってこれなんか見ると思うんですけどね。みんなお子さんが追いかけますからね。でまた弘前へ向かうっていう飛行機が出て万歳するんですね。これは呉だから飛行機セールの前の軍艦セールもやったという。ただこれは飛行機ほど人気が出なかった。なぜか先輩が言うには模型の軍艦が難しかったって話で作るのが。それから、負傷戦士を応援しようっていうキャンペーンをやったり、先ほど言ったスイートガール、この中から映画俳優になった方もいらっしゃいます。それからキャラメルゲイツ、キャラメルやチョコレートのパッケージなんかで工作をする。これはそれで作った五重塔です。それから、この部分、この部分に、
昆虫、色釣りの昆虫マンを描いたり、いろんな企画を、あと母の日を広めたりやっていきました。ここで今のキャラメル技術の話をしましたので、キャラメル技術に関連するお話を読まさせていただきます。武田由里子さんという武田泰淳さんの奥様が言葉の食卓という本を出しています。その中からにキャラメルという章がございました。そこの部分を読んでいます。今年はキャラメル芸術にどんなものをこしらえて出そう。キャラメルの空き箱やチョコレートの包装紙で作った貼り絵や模型などを2学期の始まりに学校へ提出すると、展覧会があってよくできたものにはご褒美が出るのである。ただし一名森永芸術とも言って森永製菓の主催だから、材料は森永のキャラメルやチョコレートのでなくてはいけないのである。去年作った景色の模型は森の中にぜひとも人間を混ぜたくて、明治キャラメルの箱の坊ちゃんと嬢ちゃんを切り抜いて入れたため、先生からはボスと言われた。今年は夏休みになってからはグリコや新高ドロップなどよして、森永だけ買っているけれど空き箱はまだそれほど溜まっていない。そのことも心配である。今だと多分こういうキャンペーンできないでしょうね。これが、まあ、はい、こういうのも、こういうこの今言った言葉の食卓の中に載っていました。こういうあの小説の中、あのエッセイの中に出てくると、あ、当時はキャラメルのはそういう物語がそこで生まれたんだなっていうのがよくわかります。実はあの話をしている途中で紹介しようと思ってた2冊の本、読むのを忘れてしまいました。あとちょっと読みます。この章が終わったら、はい、これはあの当時のポスターです。慰問袋うんぬん親善鉢、日独伊新防御協定結ばれた時にこういう広告宣伝もやっていきました。これからあの戦時下敗戦復興という時代に入っていきますけれども、その前に100年前の女の子と梨の花の部分を読んで、当時こんなふうな受け止められ方をしてたのかな、あるいはこんな時代だったんだなっていうのを読んでみたいと思います。梨の花っていうのは中野茂司さんが書かれている小説です。ご本人の自伝的な小説だっていうふうに言われています。しかしそれよりも少年世界、日本少年で気になって仕方のないのが森永のミルクキャラメルという新しいお菓子の広告だった。これはキャラメルというのかキアラメルというのかわからなかったが、早口で言えばキャラメルになる。それはミンツというお菓子に引き続いて売り出されたお菓子だったが、ミンツというのは田中屋にも西売り屋の志賀式屋という新しいお菓子屋にもあって、両兵は知っていた。丸い紙の小箱に入っていて、人炭より小粒な粒菓子だった。口に入れて噛むとスーッとなる味がする。みかん水のような甘さで発汗が入っていて涼しい。しかしミンツは味がジャケラクソ、子供らしかった。ミルクキャラメルはというと、それは第一子供の体に養いになるらしかった。上等の砂糖、上等の牛乳、それから蜂蜜、それからバター、こういうものでこさえてあって、子供の成長に非常に具合がいいと書いてある。実はあの蜂蜜っていうのは勘違いですけどね。ただこの主人公の良平さん、砂糖や書いてありますね。しかし良平は
砂糖も牛乳も蜂蜜も知っていたが、バターというのは知らなかった。食うたことも見たこともないっていう時代だったんです。で、発売した当時、そのまだ良平さんってあの、福井だったですけど、まだ発売した当初はミルクキャラメルは発売あの売ってなかった。秋になって出てくるんです。そんなのが、梨の花に書かれていました。それから船吹由美さんの100年前の女の子、まあ、出た最近出た本ですけども、100年前は女の子だった。それ の, あのお孫さんが書かれていた中に、線路の上の線路の土手のキャラメルっていう話が載ってました。機関車の釜焚きのおじさんに艇たちは一斉に手を振る。おじさんも笑って 何か叫びながらキャラメルを一箱放り投げてくれる。機関車のおじさんがキャラメルを投げてくれるんですね。釜焚きのおじさんは一箱そのまま放っては独り占めにする子が出てきて、揉め事が起きると思ったのだろう。わざと箱の口を開けて広い範囲に散らばるように投げてくれる。女の子7人が土手の芝草に座って戦果を配り合い、まず1人1個ずつ舐めた。森永キャラメルという黄色い箱も一度回してみて手触りをゆっくり楽しんだ。普段はなかなか手に入らないハイカラのお菓子なのだ。次は残りの3個が問題だ。じゃんけんで勝ち抜いたキミちゃんがまず1個口に入れる。1つ2つ3つ。他の子が3つ数えている間、思い切り舐めてからキミちゃんが美味しそうに口から出す。次の子がそのキャラメルを口に入れる。という時代、今ちょっと信じられないですね。つまりそういう時代だったということで、これを今読まさせていただきます。